サワディクラップトヨラクタイカップ、皆さんこんにちは、ジョンラクタイトヨでございます。ただいま私がおりますのは、こちらですね、サタニルファイタイディンパランガオ、地下鉄の、パランガオラーマ9世紀でございます。でこれから私はチキンライスをね食べに行きたいと思います。タイでチキンライスといえば、まあ、日本人にもおなじみのねカオマンガイですね。日本人で好きなタイ料理っていうとカオマンガイ好きっていう方もね結構いらっしゃいますしね、まあ、それぞれ何おすすめの店っていうんですかね、まあ、そういうところをね持ってる方もね結構多いんじゃないかと思います。でただねこのねタイのカオマンガイなんですけども、まあ、そのねタイ以外にねチキンライスの有名な国っていうのがねありますよね、このタイの近くに。シンガポールなんですけどね、同じチキンライスといってもね英語では、タイはカオマンガイですけど、シンガポールだと何ですか、海南鶏飯っていうのかな、中国の海南省のね、そのチキンライスって有名ですね。で、まあ、私もシンガポールに行くときはね結構そのチキンライスシンガポールで食べるんですけども、なんとねこのバンコクでもそのね、カオマンガイじゃなくてシンガポールのあのチキンライス海南鶏飯、あれがね食べられるんですよ。でちょっと行ってみたいと思います。はい、地下鉄の駅を、出ましてね、外に出ないでねここ地下で直結してるんですけど、まあ、こちらにありますのがセンタンプラザパランガオ、はい、ラーマ9世の、セントラルプラザでございます。この中でね食べられるんですね。はい、では行ってみましょう。あのねだいぶ上の方、おこれなんかやってんな、食べられるのはねあそこなんですよ、フードコート、フードコートなんでね値段もまあそれほど高くない。はい、では上の方にねずっとエスカレーターで登っていきます。こちら6階にございます。こちらがねフードコートでございます。でこのね右側のところでクーポンというかね、このカードを、希望の金額分だけ購入いたします。でこちらねフードコートです。まあ一応ねちょっとどんなものがあるか、見てみましょうか。はい、ぐるっと一回りしてみます。客席もね広いですね。そんなにここ私も何回か来たんですけども、満席になるなった記憶はないですね。まあ、この中ねそのレストランもいっぱい入ってますし、日本食のねレストランもあります。日本タイ資本の日本食もありますし、日本資本のねお店もねあるんで、ここじゃなくてもね結構まあいろいろ食事ができます。で目的のお店はねここ左側なんですね。私も数年来てなかったんでねひょっとしてなくなってたらどうしようかと思ったんですけども、こちらでございます。เป็นเซตนี้นะครับ139บาท
ですかね、シンガポールのね、あの基金会社とお決まりなんですかね。あのタイのカオマンガイ頼むと、あの血のやつ、ね、血の固まったやつがもう定番でついたりしてますけどね。シンガポールで基金会社ですとね、あれもチンゲン菜がね結構ついてますよね。あ、でちなみにね、これお店ね、なんて書いてるかというと、これカオマンガイって書いてますよ。カオマンガイ、カオマンガイシンガポールですね。一応、まあ、チキンライスは英語なんでね、シンガポール の、 あのチキンライスでもタイ語ではカオマンガイなんですね。普通のタイのカオマンガイもあるのかな。でね、あれかな、まあ、タイのカオマンガイだと、まあ、結構ね、こんな感じのね、タレじゃないですか。シンガポールのね、チキンライスはあのこれですね、生姜ですよね。はい、スープも出ました。なんか企業秘密の調味料みたいなものが投入されました。やってまいりました。これね、私何年ぶりなんだろう、5年ぶりぐらいかな。前はもっとご飯がね多かったような気がするんですよね。で、卵はついてなかったんですけどね、卵がついてます。煮卵、はい、このチンゲン菜ですね。はい、これが、なんとね、バンコクで食べられるシンガポールのチキンライスでございます。他にもあるのかちょっとどうかわかんないんですけどね。あとね、専門店みたいなところがね、バンコクの都内にあるのかどうかわからないんですけど、まあ、もし何か情報をご存知の方いらっしゃいましたらね、ぜひ教えていただきたいと思います。私もね、食べに行ってみたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、では、本日は、ここバンコクでシンガポールのチキンライスが食べられますという、ね、ご紹介でございました。ご覧いただきましてありがとうございました。コックンマーカップ、変わっていいクラップ。